日はの太郎です今回はコイン投資の基礎ということで、鑑定済みコインのグレーディングの前に書いてある、これですと、えー、PF と書いてありますが、PF とか MS などの違いについてのお話をしたいと思います。この内容については、以前にコイン投資で失敗しないための10のポイントという動画で簡単にお話ししておりますが、 メルカリやヤフーオークションなどを見ていると、まあ、このようにですねあの流通貨幣を鑑定して売っている方をよく見かけますこれは買う側に知識がないと危険だと思いましたのでこのことについて少し詳しくお話ししたいと思います私はコイン投資初心者ですがいざコイン投資を始めてみるといろいろと気づいた点がありましたので重要だと思った点について発信をしております また、あの、投資に関しては、あくまでも自己責任となりますので、そのあたりはよろしくお願いします。で、今回のお話ですが、コインの種類を細かく話すといろいろ深い話になってしまいますので、今回はざっくりと鑑定済みコインの PF と MS のコインの違いについてお話をしたいと思います。今回なぜこんなお話をするかといいますと、モダンコイン限定のお話になるんですが、コインを購入する際に、 PF と MS を間違えて購入すると何年も保持していても全然値段が上がらないということが起きかねないので間違えて購入しないためにもしっかり認識しておく必要があると思ったからです。PF というのはですね贈答用のプルーフコインと呼ばれるもので MS はですねミントステートの略で流通貨幣の意味です。 その中には流通普通の流通貨幣とあとは投資型コインなどが含まれます流通貨幣と投資型コインは違うのですが両方とも鑑定済みの場合は MS と書きますこの PF と MS は決定的に違うので NGC とか PCGS などの鑑定会社はわざわざ区別しています先ほどこれはモ,デモダンコイン限定というお話をしましたが 100年以上前のアンティークコインになると、ほとんどが流通貨幣なので、それぐらい前になると、どのコインも希少価値がついて、値段が上がってくるので、そんなに大きな問題ではないんですが、モダンコインとなると、値段の上がり方が違ってきますので、そのあたりをご説明したいと思います。違いはいろいろありますが、ざっくり説明すると、以下の5つに挙げられるかと思います。まず1つ目、発行枚数。 2つ目、販売価格。3つ目、価格変動の仕組み。4つ目、保持の目的。5つ目、見分け方。ということで、まず1つ目、発行枚数からです。こちらは最も違うところだと思いますが、MS というのは先ほど繰り返しになりますが、流通貨幣の意味です。その中に、通常の流通貨幣とコイン投資に使う投資型、コインというのが含まれます。 そして、投資型コインは、ブリオン版や、地が、地金型コインなどと呼ばれておりまして、これらは基本的に発行枚数に制限というのがありません。つまり、発行枚数がかなり多くなるため、コレクションとしての価値が、えー、あまりなく、地金型コインという名前からもわかるように、金とか銀の地金に、プラス、鋳造やデザインのプレミアムが乗ったものと、 いうことで、コレクションとしてのプレミアムは基本的に乗ってきません。それでは具体的にどれが贈答用プルフコインかブリオン版かを見ていきたいと思います。こちらがまず、英国のロイヤルミントの投資型コインのブリオン版のクイーンズビーストですが、まずホームページの購入画面から混同されないようにですね、別々になっており、 投資するという、まあ、インベストの方の項目に入っています。これを見ますと、このようにクイーンズビーストの様々なシリーズが揃っていますが、こちらのウェールズ・オブ・ドラゴンの金貨を見てみたいと思います。そして、仕様のところを見ますと、ここに発行枚数は書いてありません。つまり制限は特にないということです。一方、贈答用のプルーフ型コインについては、 ショップというところから入ります。入り口がしっかりと分けられています。クイーンズビーストのドラゴンを見たいのですが、ドラゴンの1オンス金貨は、えー、もうだいぶ前に売り切れてるので、ホームページから削除されてまして、レ、ま、例、あ e、の1オンスの金貨、これも売り切れてるんですが、ここが残ってますので、こちらを見てみましょう。こちらには、限定400枚と書いてありますが、あ 枚数が限定されているというのが、贈答用プルーフコインの味噌になっています。仕様のところには、最大ミンタージュと書いてありますが、最大発行枚数です。こちらは最大でも445枚までと書いてあります。発行枚数の制限があるかないかは、コインの値上がりに対して非常に大切です。例えば、世界に1枚しかないコインが仮にあるとすればですね、 持ち主が1億円ですといえば1億円でしか買えないわけです。これが複数枚あれば値段は無駄に釣り上げることはできなくなります。ただし先ほどのように世界で400枚ぐらいしかない場合は日本でそれを持っている人が数人とか数十人という具合になりまして欲しい人が多ければ多いほど金額が高くなるわけです。これが数万数十万という発行枚数になると 安売り合戦というのがやっぱり始まりまして値上がりがしにくくなるわけですなので以前過去動画でコインの選び方10のポイントを解説しておりますが発行枚数が少ないというのは非常に重要なポイントになりますここで注意ですが発行枚数と鑑定会社での鑑定枚数についてはある程度比例しますが鑑定枚数が少ないから発行枚数が少ないというわけではありません たまに販売サイトでブリオン版金貨を鑑定して鑑定枚数が少ないというようなアピールをされていることがありますが後ほど説明しますがそもそもブリオン金貨はコレクション目的で集めている人は少ないので発行枚数が多くても鑑定に出す人が少ないということがあるので鑑定枚数が少ないのは当然なんですがそれが希少性があるかどうかというのをまた混同しないように注意をする必要があります。 続いて2番目です、えー。再度ロイヤルミントのコインに戻りますが、まずあのブリオン版の方ですが、これを見ますと、このように1オンス金貨が1枚で金額のところで1730.40ポンドということで、本日3月21日の為替レートが1ポンド151.05円なので、日本円で 1> 26万1326円になります。そして10枚買うと割安になりまして、1枚あたりが1687.14ポンドなので25万4842円になります。このように投資用のコインはまとめて購入すると送料も浮きますのでお得になります。次にプルーフコインですが、こちらは今買えませんが、一応スキンスが 2100ポンドで日本円で31万7205円とブリオン版の1枚26万1376円よりも販売価格ですでに5万5829円ほど高くなっていますさらに10枚まとめたあのブリオン版のものであれば1枚が25万4842円なので、えー、違いは6万2363円も ありまして、えー、やっぱりプルーフコインというのはですねまとめ買いをしても送料は得しますが値下げになることはないので、えー、購入時からやはりあの5万円から6万円ほど価格が開きがあるということで、まあ、別物であるということは分かっていただ,かいただけたかと思います次に3番目価格変動の仕組みということで価格変動の仕組みについては えー、贈答用のプルフコインと投資用のブリオンコインというのは同じコインでも相場の決まり方というのが全く異なってきますまず投資型のコインのブリオンコインについては最初にお話ししたように地金型コインと呼ばれておりまして金地金などのおさ先物の,の取引ですね現物そういったものと同じように 金相場、銀相場に応じて金額が変動します先ほどのプルーフコインとはあの相場の変動が全くと言っていうほど違ってきます金相場と一緒に変動するのでまあ、相場で高くなることもありますがもちろん安く,安くなることがあるわけです次にプルーフコインの場合は、えー、過去動画でお話しさせていただいたように相場というのがオークションで決まります コインの人気が高ければ、オークションのたびに値段がどんどん上がるため、そのたびに値段が上昇するという仕組みになっています。なので、先ほどお話ししたように、発行枚数などの現存量が少なければ少ないほど、将来的な値上がりが期待できるわけです。また、鑑定の評価が高い最高鑑定というものは、ほぼ青天井という形で、欲しい人がいれば、ぐんと。 値段が上がりますので最高評価のものはオークションのたびに高くなりますこのようにブリオンコインが金や銀の相場と連動している変動するのに対してプルーフコインはまっ、あ、く関係ないとは言いませんが主にオークションで欲しい人がいる限り相場が安くなるということがほとんどないわけです続いて4つ目保持の目的 についてです先ほど価格変動の仕組みの違いから保持の目的についてもそれぞれ全くというほど違ってきます、えー。ブリオンコインについては金や銀の相場と連動して価格が変動するので株式とかですね投資信託の投資をするような人にとっては価格変動がある程度読みやすいという利点がありましてまたあと売買も 株とか、まあ、投資信託商品と同じとまでは言わないですがあの、販売する場所ですね、それさえ間違えなければ、相場での売買というのが容易であるという点から、株式投資をする方の,このポートフォリオですね、あの株式、国債、コモディティというところのコモディティの部分で、えー、金とか銀のインゴットとか、あとはあの、えー、ファンドとかありますが、それと同じように、 株とかの暴落とかですねあとはあの、まあ、国債そういったものが暴落した時の保険としてとかあとはあのインフレリスクのヘッジのためとかそういったためにブリオンコインを購入する方が多いということです。もちろん金銀の相場の長期的な値上がりを期待して長期都市として保有するということもあります。 あとはあのヨーロッパの方ですね、戦争とか、それによるハイパーインフレを経験したような諸国で、えー、特に資産保全の保険としてブリオンコインを保持するということが多いということです。それに対して、プルーフコインについては、中長期的な値上がりを期待して購入する方が大半です。 また、売り方がうまい方にとっては、割のいい転売商品として、安く買って高く売っている方も多く見かけます。その代わり、プルーフコインについては、値段も高額になりやすいので、買うときもですね、簡単に買うことはできませんし、売るときも簡単に売ることはできません。なので、株式投資のポートフォリオに入れるには、この売りにくいということがですね、 あの投資家からするるととされる材料となってしまいまいすしかし、えー、世界的にはですねコイン投資をしている方の大半が、まあ、大きな資産を形成している資産家であることがありますのでその潤沢な買い支えによってですねある意味神話とも呼べるほどずっと右,が右肩上がりにコイン相場が上がり続けているという,う事情もございます。 また、少額な投資しかしていない、投資の初心者にとって、資産保持をしながら手っ取り早く資産を増やすという方法としては、非常に有効な投資対象となり得ることは確かです。特に、2019年のウナとライオンとかですね、あの、2020年のついこの間発売になった3グレイセスなどのモダンコインについては、非常に少額の 初期投資費用でローリスクハイリターンが期待できる極めて優秀な投資商品であると思いますまたもちろんですがプルーフコインはその美しさからただただ収集したいという収集家が保持している場合もありますこのように保持の目的っていうのは全くと言うほど違ってきます続いて最後に5番目見分け方ということでこれまで述べてきた通り ブリオンコインとプルーフコインは素材や見た目が似ておりますが似て非なるものであるということは分かっていただけたかと思いますなので冒頭で述べました通りブリオンコインがスラブに入っていることに対して個人的には若干違和感を覚えていますということでブリオンコインの見分け方についてお話ししたいと思いますまずロイヤルミントの場合は見分け方が比較的簡単でこの写真のように コインの表や裏の肖像の後ろ側バックグラウンドが、えー、ブリオンコインの場合はこのような凹凸があります一方プルーフコインの場合は鏡面仕上げになっておりピカピカしていますただしイギリス以外の近海銀貨ではこのような凹凸があるブリオンコインは珍しい方で、えー、他の代表的な地金型コインのご紹介をしたいと思いますまずカナダメープルリーフ金貨銀貨 これは非常に有名です。次に、オーストリアのウィーン金貨銀貨。これも非常に有名ですで。一番売れてるのが次のアメリカ、イーグル金貨銀貨。あとはアメリ、同じアメリカのバッファロー金貨銀貨ですね。あと、中国ではパンダ金貨銀貨があります。 あとはオーストラリアではカンガルー金貨銀貨でイギリスは先ほどのクイーンズビーストの他にもともとあったのがこのブリタニアの金貨銀貨あとは南アフリカ共和国クルーガーランド金貨銀貨になりますこれがあの投資型、えー、金地金型のコインのまあ先駆けと言われておりますこの中でも アメリカのイーグル金貨銀貨とバッファローの金貨銀貨は別格でしてこちらは鑑定することで70グレードになると高価で取引されておりまして、えー、こちらは鑑定会社が PCGSNGC というのはもともとアメリカで発祥したこともあって、まあ、PCGSNGC のサイトでもアプリなどで簡単に、あのー、年代と相場が ググレーディングごとににかるようになっております投資型のコインについてはあのこの間ちょっと私のことをご紹介いただいたんですが銀シルバーゴールドチャンネルさんが最近の動画で安く海外から買う方法や、まあ、相場とかですねどういうコインを買えばいいかというようなお話を詳しくご,せご紹介されているので動画の概要欄に貼っておきますので是非そちらをご参照ください とということで最後に今回のの動画のまとめですまず1つ目発行枚数ということでモダンコイン MS のグレードの流通コインに関しては発行枚数が多いため値上がりしにくいというお話をしましたまず続いて2番目、えー、販売価格ということで、えー、購入価格がプルフ版が317,205円に対してブリオン版が 1> 26万1376円と5万5829円安く10枚まとめた値段であれば1枚につき25万4842円なので6万2363円も安いというお話をしました続いて3番目価格変動の仕組みということでブリオンコインとプルーフコインの価格変動の違いについてお話しさせていただきました続いて4つ目 保持の目的ということで、ブリオンコインはあくまでも投資の保険としての役割が強く、プルーフコインは中長期的な値上がりを期待して保持することが多いということです。5番目見分け方ということで、イギリスをはじめ各国で発,発売されているブリオンコインのご紹介をしました。それでは今回の動画はここまでとなります。最後までご,しょご視聴いただきましてありがとうございました。 また今後の励みとなりますので、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今後も皆様に有益な情報を発信できればと思っております。それでは最後、皆様一緒に、レッツコインご,ご視聴ありがとうございました。